続いては特集です。皆さん、ひらがなで兄弟という言葉ご存知でしょうか。これは障害や病気のある兄弟姉妹がいる人たちのことです。子どもの頃は親代わりに兄弟の面倒を見るヤングケアラーとして、また成人後もケアを続けている人たちがいます。ヤングケアラーの問題が社会で広まる中、当事者としてこの兄弟について知ってもらおうと県内で活動している人がいます。その思いを取材しました。私にはダウン症の兄がいます。皆さんがおっしゃる通り、私も自分自身が兄弟と思ってなかったです。行われていたのは今月末に開かれる演劇の練習です。リアルボイス届ける発表会、障害や病気のある兄弟姉妹がいる人たちをテーマとしたもので、家族のケアを担ってきた3人の女性たちの経験や抱えてきた思いを役者が伝えます。はい、私は父が軽度の知的障害でした。お父様は？はい、母も自閉症気味で。イベントを主催するのは兄弟たちの自助団体、岡山兄弟会代表の増田美香さんにはこんな思いが。まだまだその兄弟、そのひらがな表記っていう、でしかもそれがそのそういう意味を持っているっていうことは、その福祉の仕事をされている方でもほとんどご存じないっていうのがやっぱり現状ですね。ちょっとこう意識を向けていただけるっていう、そんな感じのイベントになってもらえたらありがたいかなと思いますね。3歳年下でダウン症の弟たかしさんと2人で暮らす増田さん。子供の頃から心ない言葉に傷ついても誰にも言えず我慢してきた経験がありました。お前の弟変じゃないとか、なんかこうおそらくバカじゃないとかみたいなこと、やっぱりこうズワッとこう言われてしまうっていう、でそれに対してそういうことを、そういうことを言われて悲しかったとかっていうことをやっぱり親にも言えないというか、でもそれをこう自分の中でこう我慢してるっていう自覚はほとんどなかったんですね。でもそういうのが当たり前っていう、寂しかったなとかっていうことを後からこう気づいて。この演劇は当事者自身が直接伝えるものではなく、役者がそれぞれの思いを代弁します。演じる役者にも気づいたことがあるそうです。本当のこととか本当の気持ちとかをちょっと言いづらかったのかなとは思いました。助けてっていう一言は出てこない。だからこちらから何かしようかじゃなくて、これするよっていうのがポロッとあるだけですごい救われることもあるんじゃないかなと。兄弟たちは普通の人にはない多くの苦労や苦悩をしてきました。だからこそ当事者である自分たちに何ができるのか、支援につながる一歩は現状を知ってもらうことだと兄弟会の増田さんは語ります。こういうことをしてもらいたかったとか、こういうことが困るっていうことが本当に10人いたら10通り、100人いたら100通り、いろんな状況があるので、知っていただいて、でこのイベントで皆さんと一緒になってこう考えていただく、そうすることで何かこうその、兄弟支援とかヤングケアラー支援っていうものが何かこうその、その解決というかの、見つかるきっかけの一つになっていただけるのかなと。はい、兄弟の存在を知って支援の輪が広がっていくといいですよね。このイベントは10月29日30日に岡山県天神山文化プラザにて開催されます。届ける発表会のほか、ヤングケアラー経験者による座談会、また社会福祉士を目指す大学生たちのプレゼン大会などが行われます。来場は予約制で、観覧料はそれぞれ500円となっています。お問い合わせはご覧のところまでお願いします。